はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は諸井くんを使っていこうということで暁大付属やっていきたいと思います。で、まあ、ちょっとこのねサクセスを始める前に飛距離くんで手に入れた R ガチャチケット、これが28枚あったんで全部消費してきたんですよ。で、まあ最初の10連と20連は、まあ、R とか PR がポコポコと出てきて、で30連目もこう引いた時にガンダーから金の玉がポーンって出てきて、あ、まあ普通だなと思うじゃないですか。で、一応こう全部出てきた玉を見てみたら虹玉がね1個混ざってたんですよ。で、おお SR 来た来たって思って、まあ1個ずつピコンピコンってこうキャラが分かってくるじゃないですか。で、一応虹玉のところに来た時に、まあ、画面が暗転したので、あー初キャラかって思ったら銭形が出てきたんですね。あれ確か俺銭形って持ってるよなって思ったら、なんとね超激レアーっていうね表示が出てきて、なんとね PSR のね銭形がね当たりました。まあいらねーっていうのがね正直な感想なんですけれども、まあ一応 PSR ミキサー券ですね。で、ちなみに自力で引き当てたのは PSR 銭形が初めてですね。あとはこの補助券5枚使ったりとか、まあ PSR 確定の有村とかね、そういうところなので、まあでも一応これで PSR 5枚貯まったのかな。なので、まあ機会があったら、PSR ガチャミキサーも、やっていきたいと思ってます。ちょっとね前置きが長くなりましたけれども、やっていきましょう。デッキの方はこんな感じです。まあ暁なんでね、余剰はちょっと入れてきてますと。で、まずは諸井くんから、見ていきます。諸井くんのテーブルはこんな感じですね。まず筋力ボーナス4がついて、タックは 70% で、得意練習率アップ 15% がついて、練習効果アップが 5% と、まあ、結構なんかバランスがいいような感じですね。で、諸井くんのいいところはその打撃キャラなんですけれども筋力ボーナスがついているっていうところが自分としてはいいと思ってます。まあ、技術も稼げるし、筋力も上乗せされるというところが諸井くんのいいところかな。で、得意練習率アップも、ついてるんで、まあ、わりかしタックも組みやすいキャラだとは、思います。で、あとコツの方ですね、走塁流し打ち内野安打チャンスメーカー逆境意外性と、まあ、数は多いんですけれども開骨としての、性能はかなり優れてると思います。で、諸井くんの金徳は、カジバのバカ力ですね、逆境の上位なんですけれども、まあ、自身で開骨も持ってるし、あと金徳をね乾燥させると、自動的に骸骨も手に入るような、まあ、かなり優秀なキャラになってます。もともとはねそういうのなかったんですけれども、強化されて、まあ、そういうイベントになりましたというところですね。他なんかあんのかな。うん、ないね。そのムード丸的なやつとかは。じゃあ、やっていきましょう。で、今回は、一応スミカちゃんの骸骨で、サイガを入れてます。で、サイガの一級入魂はまあライチでね取れるかなっていうところはあるんですけれども、一応まあライチを入れて、初級丸を取っていきます。で、余剰が、まあ、盗塁とかね粘り打ちを持ってるんで、ここら辺はライチの粘り打ちとか、猫髪の、盗塁とかをかぶせてあります。で、猫髪の走塁と、諸井くんの走塁もかぶせてあるので、で猫髪は今回、金徳は大番狂わせですね。で、大番狂わせは、意外性諸井くんが持ってるので、まあ、ここら辺はねコツがつかめたらもう潰しちゃっていいと思うんですよね。待ってて、もう一回コツ5になるよりは取れたら潰していく、取れなかったらイベントの開骨で、金徳も取っていきましょうという感じですかね。じゃあ練習は、まあまずはここでいいかな。で、諸井くん自体はね SR はね使ったことないんですよね。まあ、さっきのイベントの解放を見てみたら通常イベントがもう解放されてたんで、多分なんかで使ったのかな、全然覚えないんですけど、ここはいいね、ここはいいけどライチかムード丸はまだ取れないしな。いやー、こういうのすっげー悩むんだよね。サイガの評価も上げつつ1、2、3、4人、いや4人はでかいよ。やっぱ暁はねどうしても妥当だよな。ライチって、あ、ライチはサードか。で、諸井くん、そう、外野なんでね、そこも暁には合ってますよね。で、チャンスメーカーは持ってるんで、最後に碇を打倒するときにも、骸骨要員として使えるという感じになってます。
精神はやっていきましょう。2人いたら精神で回復させてもいいと思います。さすがにね、誰もいないってなると、じゃあ1のせそりゃ負けるよ。余剰は早めに叩き潰しておきましょう。まあここはいつものパターンですね。もう進み方はね、大体一緒ですね。暁は自分は余剰兄弟を入れて、で余剰の兄貴を最優先で倒して、スミカちゃんを彼女にすると。まあ前半の流れはこれでいってます。でスミカちゃんと兄貴がいるんですけど、こっちにコツがあると。もうこれはでも妥当だよね。暁は多分やっぱり妥当最優先した方がいいと思うんですよね。まあ、立ち回り方がね、上手い人に関してはコツとかも狙っていってもいいと思うんですけど、まあ、あとはね、外野のコツが来た時は全然いいですね。追求できるんで。で、人が良すぎる、これが普通のイベントかな。これは一番上で、まあ、体力が上がってミート多用で、2番目で体力が上がって、積極走塁で、一番下が選球眼。そうか、体力を回復させたいけどな、ミート多用っていうのもな、ちょっとそういう選手を作りたいわけじゃないんで、選球眼ね、欲しいけど、これはね、体力がね、回復しないんですよ。まあ技術が手に入るんですけど、まあこれは真ん中かな。そうすると積極走塁をつけていきますか。足が速くなるかって言われたらちょっと怪しいけどね。うん、いいね。で、余剰、余剰がいるけど、ここもやっぱりこっちだな。ライチも評価を上げつつ打倒ポイントを下げていく。で、猫髪に関しては最初の自己紹介でね、なんだっけ、コツコツコツ気分屋、気分屋、そう、最大までつかめるんで、これもまあいいですよね。ほんと気分屋はね、邪魔な人にとっては相当邪魔になると思うんで。ここはどうしようかな。諸井くんのコツが来てるね。まあ、3本松と六本木があるんで、ここは1回コツを踏んで、で次に追求しましょう。逆境どうしようかな。今の精神ポイント的には逆境足りるかな。精神はね、余るはずなんで、まあ3で掴んじゃってもいいとは思うんですけど、精神19手に入って、71、逆境は40か。もう取っちゃう、これ。で、一応コツがあるから見てみると、サイガか。まあこれは諸井くんでいきますか。まあこれでね、また逆境が来るのもあれなんで、まあ取っといてもよかったでしょう。これは体力を回復させよう。すまんな矢部くん、君の評価はどうでもいいんだ。早い諸井くん早いね。あとはちょっと養生、サイガが上げられる。ただここはね、つくも3下がるからね。五十嵐か、五十嵐もそうだな。ちょっと余剰が遅れてるけど、あとスミカちゃんの評価が微妙だよね。まあ、監督評価はわりかし上がってくんで。で、諸井くんの金徳の1回目ですね。で、上で継続、下で切れますね。なので上で継続していきましょう。まあ、どういうイベント内容なのかさっぱり分かんないけど、スミカちゃん1回上げておきたい気もするけど、また諸井くんがいるか。で、精神に余剰がいるのか。これは結構いいね。ライチの評価も上げられるし、体力的にもね、ちょっとメンタルをやっておこう。で、そろそろちょっとスミカちゃんを気にしださないとまずいかな。コンボが起こってくれれば評価を上げられるんだけど、
タイガの金徳1回目ですね。これはちょっとね体力を削られるんで、まあ、メンタルをやっといてよかったかなというとこだけど、あんまりあれだけど、またメンタルやるか。暁はねやっぱりねメンタルの回数もね結構増えるんで、精神ポイントがね結構稼げるっていうところが、まあ、プラスではあると思います。で猫神ですね、まあ、これは普通に行きましょう。なんか変なの選ぶとさ調子極端とかになるんだよね。で一番上で調子、おお告白もうたまったか。さすがだね、 PSR をお借りしてるんですよ。最初に評価が上がったっけ、こう自己紹介的なやつで、まあ、暁大付属だからその自己紹介っていう枠じゃないんですけど、あこれ余剰がまだだな。そういえばすまんな余剰よ、2位上がってしまったか。まあ六本木とかも下げつつ、一ノ瀬がね割とねやっぱりね下がってくるんですよね。これでも一ノ瀬なんか最初の勝負で負けてるんでプラス1されてるんだけど、四条六本木一番いいペアだな。ここも本当はねコツとか行きたいんだけどね、妥当だな、やっぱり妥当だな。で次あたりは体力を回復させますか。精神を見てスカウトさんしかいないんで、お出かけしてデートですね。でスミカちゃんは体力回復系のキャラなんで、それも暁台に合ってますよね。で暁台はねやっぱりね練習がかなりメインになるんで、経験点彼女よりは体力回復系の彼女の方が、まあ、合ってるとは思います。で余剰の金徳ですね、パソコンを直しに行きましょう。まあ、余剰もねレベル37になってプライチになったんで、一応やる気効果アップ 50% がついてるんで、諸井くん結構コツが来るね。ただねやっぱりねこういうとこやりたいんだよね余剰、ただメンタルで余剰を倒せるのか、それはいいな、いいけどちょっと待ってよ、やっぱこっちだな。トータル的にカウントがめっちゃ減らせるから、おこいつ勝て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 、よしよしよし、二宮を5減らしたのはでかいぞ。で猫神くんの金徳ですね、まあ、これは上で続けていきましょう。絶対さトイレ行ってる間しか寝てないってちょっとしか寝てないよね。で余剰の金徳が走るな、守備とかなんか全然上げれない気がするんだけど精神57とかそんな上がったっけ一応守備上げておきますか。 D くらいまでにはいける、まあ、C までいけるけど、まあ、C にしておくか。やっぱり金賞がちょっと不足してるね。打撃、まあ、余剰を倒しておくのがやっぱり最優先かね。打撃は雑賀と諸井がいるんで全然レベルが上がっていいですね。で7位も多分あと1回練習すれば倒せるんで、まあ、3本末ね上がっちゃうけど3本末もちょいちょい下がってくるんで、こういうところで、で五十嵐を減らしつつ体力を回復しましょう。まあここら辺の選択肢はまあ五十嵐が鉄板ですね。よほどの打倒ポイントの調整がない限りは五十嵐でいいと思います。で二宮か、7位が倒せるね。六本木は5か、どうしようかな。7位もう先に倒しちゃおうかな。肩かまた肩かまあいいかやろう、コツもあるし。ここは内藤メールちゃんとかね連れてきたことないけど、バント
とりあえずバントの得のを取っておくか。まあ7よね、倒すとね。ここら辺のプラス4っていうのがきついっすよね。余剰これ成功すんのか。成功率はねやっぱりね低いですよね。そして成功した時がちょっと悲しいっていう。おお、いや、よく成功したな。経験ってもすごいんだよねこれ。メンタルに来てるね。二宮が減らせられる。サイガ、これはコツ掴んでおきたいな。サイガはただね、二宮も減らせられんのか、どうする、悩む。そしてここも3人。サイガはねいないんだよね。打倒が回復させて12月の2周と12月の3周を練習しよう。よし、これでいこう。二宮をねただ先に倒しちゃうと六本木がねちょっと上がっちゃうんで、本当はね六本木を先に倒したいんだけど、二宮を倒さないと一ノ瀬がね倒せないっていうのがねあるんで、まあ、こういうね打倒優先になるから結局追求っていうコマンドがあると思うんですけど、走塁か。つくもが倒せるね。二宮がここで倒せるか。どうする、ライチのコツか。ライチのコツか。ムードはもう取っちゃおう。ちょっとイベントでムードとか手に入るんだけど、それはもうしょうがない。全然直撮りしていいからね、ムード自体は。まあ、こういう時にコツを掴んでムードが来るっていうよりはもう直撮りしちゃって、まあ、他のコツを手に入れるっていう方がいいでしょう。かわひた、 OK。でここでつくも倒すとどうなるの。あ、五十嵐が上がるのか。おお、ここで来るか。まあ、全てのねタイミングがよく来るとは限らないんで。八島って今いくつだ。ライチどうしようかな。追求っていうのもありかもしれないけど、ありかもしれないけど、二宮ここか。また肩が上がっていくんだよね。三本松がだいぶで、八島もなんだかんだで9あるのか。どうするどうするどうする。猫髪とかまだ評価全然足りてないけど、肩上げるか、しょうがない。で二宮が打倒完了ですね。これであとは一ノ瀬も倒せるんで、一ノ瀬をね倒した時に、まあ、みんな減るんでそれは助かりますね。これで12月の4周うまくいけば一ノ瀬倒せるかな。クレープの誘惑、これはもうスミカちゃんがね彼女になってるんで、評価を上げる必要はないんで、余剰を誘って広角打法を手に入れましょう。広角打法もねやっぱ結構ポイント使うんで、でもしあれこれ代打だっけ間違えたか。あ、そうか、なんか彼女になってるとか彼女になってないとかで変わるんだ。そうだそうだそうだ、思い出した思い出した。ムードもういらん。諸井くん、諸井くんがいるけど、まあこれは普通に肩かね。肩レベル4か、それなりに手に入るねライチがいるから。肩よ、よし。五十嵐をここまで減らしたのはでかいな。で一応一ノ瀬との勝負はやるんで、ミートを上げておきましょう。小吉、あ、体力回復するんだっけ。まあミート上げられるだけ上げとくか。 C までいけるかな。
パワーってどうなの？一応 E とかにしておく。パワー引く。打撃、人がいっぱいいるから結構経験点は稼ぎ出せるけど、他の打倒がいないね。打倒が3本末6本木一ノ瀬がここで倒せる。メンタルが上がるのは悪くはない、悪くはないけど、ちょっと3本末6本木を減らしておくか。で1月の2週も練習して、で1月の3週にデートをして回復してマラソンやりましょう。で前回はね、全部飛ばしたけど10位以内に入れなかったっていうね、悲しいマラソン大会だったんで、まあやっぱりね、誰かイベントの起こる人は倒しておきたいっすよね。まあ六本木とかね、五十嵐とかね。一ノ瀬のやる気がないな、全くないな。何か部活に不満があるのかな。あれキャプテンって誰なの、一ノ瀬。よし、とりあえず10点取ったからいいでしょ。みんななんか言うこと聞いてくんないのかな。なんか団結力はちょっとなさそうだよね。なんかみんな勝手に動くみたいな、そんなイメージがある。三本松なんてさ、もうイベントからして協調性ないからね。あー、これはレフトフライか。今のはボール球だったな。え、今のダメなの。ちょっとホームラン狙いでしょ。おら、いいねー。おら、ちょっと早かったか。あー、20点いきたかったな。最後バントでもしておけばよかったかな。そういうね、姑息なねことをするのがね、やっぱポイント稼ぎの上達ですよね。2回目、2回目は勝手に終わるか。で、まあ、これは筋力だな。ライチ、ライチいいね、やっぱり。筋力を稼げるよ、ほんとこいつは。お、そして碇くん。まあね、こういうイベントが起こるからね、怒りもね、わりかし減ってくんですよね。まあ、怒りはね、ちょっと状況によってかな。倒すとね、他の人たちが上がるんで、そこが結構きつい。さて、メンタルには誰もいない。最悪メンタルでもよかったけど、どうする？サボるか？マラソンサボるか、これ。ライチのコツが来てるね。ライチのコツが来て、こっちはタックでヤシマを減らせられるのか。走塁自体はそう、猫髪がタック組めるんでレベルは上がっていってもいいんですよね。一ノ瀬怒りが上がっちゃうけど、怒りはもう3まで来てるからな。ヤシマを減らすか。ちょっとこれはマラソンサボろう。マラソンをサボリーノします。でバレンタインがあるから本当はね、1月の4週も練習をねしたいっちゃしたいんですよね。これ3本末は下がったでしょ。そろそろ人数を計算しておかないとまずいよな。仮病で休め、すいません。体力上がるんだ。あんまりサボったことないからね、わかんない。で一ノ瀬を倒すと筋力のが上がるね。いいね。俺ちなみにどこ？外野か。一ノ瀬はここで倒しておくか。ちょっと待って、メンタルを、あ、メンタルに人がいないか。ちょっとな、バレンタインが微妙になりそうだね。回復しないといけないからね。怒りが上がるのはしょうがないでしょ。これで全員の打倒が2下がるでしょ。でここで行くでしょ。で怒りが下がるでしょ。さてさ、おーい、
ちょっと待って待って待って、これさ、今思ったけどさ、今のチームで大丈夫かってさ、何の不満があるんだよ暁大のメンバーに。メンタルいないね。メンタル減らしたかったけどな、しょうがない。デートしよう。やる気もなくなっちゃったし。ほんとこの主人公贅沢だよな、十欠がいるのに。まあでもね、十欠に頼ってるから、まあ今試合に勝てないっていう状況だからね、まあそう思うのはしょうがないか。マックスまでは回復しないよね。うわ、ほぼマックスだ。めちゃ回復するな。でバレンタインと、まあ、ちょっともったいなかったけど、これはでもしょうがないよね。あそこでメンタルをやるのもなんかね微妙だからね。六本木が減らせるね。サイガのコツはな、掴んでおきたいんだけどな。まあ、これはちょっと六本木を出しましょう。まあ、外野だからね、最後六本木でストライク送球を取りたいっていうのもね、あるっちゃあるんだよね。おお、ここもいいね。三本松ってなんかよく残るな、俺のあれだと。でも打倒はでも今いくつだっけ。ちょっと待って、これは調整しないとまずいな。3本松減らしとかないとまずいね。これちょっと3本松減らそう。だって3本松8になるんでしょ。それは無理だよ。ここら辺のちょっと調整がね、ちゃんと計算してやらないととんでもないことになるからね。何にも考えないでバカバカ減らしていくと、ね、怒りが倒せる。3本松八島、3本松を1にしておくか。 3% なら絶対大丈夫でしょう。で八島は外野で追求してるんで、最悪タックが来れば OK。 六本木ね、ちょっとここまで来るとね、俺の中では残しておきたいんだけど、ただ送球のコツが取れないっていうのがあるからな。で八島を残すのはもうまずないから、電光石火。いや待って待って待って、でもいや無理だな、猫髪一人じゃちょっと敏捷ポイントまかないきれないわ。メンタルを見ましょう。メンタルは誰もいない。これはデートしましょう。本当はね、やっぱり1番バッターとかにはね、電光石火はねつけたいんですよね。1番バッターはね、電光石火、高速ベースラン両方つけたいですね。で4番はね、やっぱりね、アーチストはつけたいですね。でまだ実装されてないんですけど、本当はね、広角砲もつけたいんですよね。まあ、俺はこの査定を重視するっていうよりは、やっぱりちょっと自分の好みの選手を作っていくっていうタイプなんで、3本松が倒せる。六本木も1にできる。八島を減らしておくか、ここは。これでもう誰を倒してもいい状態だね。これは、とりあえずこれにしておいて、守る君にしておくか。で、スペシャルブレンド。これはな、どうしようかな、もう、彼女になってるから、普通に、安定でいきましょう、安定で。で、六本木、これは六本木倒すか。猫髪のコツ、サイガのコツか。サイガのコツは取りたいね。ちょっとこれパワーヒッターはもう掴もう。で広角打法な、ちょっと俺のイベントミスで取れなかったからな。固めか広角打法欲しいです。で3月の3週か、最悪追求してもいいよな。おお、練習、まあ、ポイントくれるからいいんだけど、間に合うよな。だってもう3本まで倒したもんね。でここで怒りが下がるのか。いや待って、ちょっと怖えな。あー、これはなかなか美味しい。メンタル猫髪、なるほど、メンタル猫髪か。これも美味しいな。いやー、でもちょっとこれは打倒しつつコツをもらえますか。コツ、盗塁。盗塁はでも3じゃつかめない。
で4月タイミングはいいね。六本木を下げていかないといけないっていうのがあるけど、そうか、ここで碇を倒して六本木が上がっちゃうけど、最後碇様に頼むか。ストライク送球ってさ、どんだけかかったっけ。送球でもう100、100、100くらいかかるね。いや重いな、ちょっと重いな。ちょっと悩む悩むけど、とりあえずここ練習しとこう。まだ4月でしょ。早急に六本木を倒しにかかれば碇倒せるかな。5月中に六本木倒したいね。タックが絡んでくれれば嬉しいけど、タックが絡まない。ライチとかさ、いやこれさ、サイガのさ筋力ボーナスとかもさ聞いてるけどさ、ほんとすごいよね。ワンタックでこんだけ稼げるんだよ。練習レベル3、六本木回復しよう。いやほんとここやりたいよ、やりたいけど、ちょっとね4っていうのがきついよな。で回復しつつ打倒ポイントを下げられるっていうのはやっぱりかなりでかいん で精神レベルも普通に上がって、ここいるね、やろう。よし、まあ、やっぱりね四条兄弟2人入れるとだいぶ楽だよね。おお、これはちょっとタイミングが悪いよ。でも碇は最後にするか。ちょっとストライク送球、送球コツを持ってるやつがいればよかったけど、ちょっと入れてないんで、これは余裕があるから最下に行こう。よし、コツ固め打ち、ありがとう。これなんだっけ。あ、これはもういいわ。もうここまで来れば無理をする必要はない。代打そうか、代打か。とりあえず打つか。じゃあまあミートはあるからパワーをとりあえず D にしておく。で総力 E まで持ってって、肩は、まあ、D くらいにしておく。であと補給。いや、やっぱり敏捷ポイント足りないね。猫髪一人だとねどうしてもきついよな。さて俺の出番は、来た来た来た、これは V スラ無理これはおお、ちょっとさっきの高速スライダーかなとも悩んだけど、よし。これでね代打って打てないとさ評価が下がるからねそこがちょっときついんだよね。2打席回ってくるとまあいいんだけど、代打でも早めにね代打を起用されれば2打席回ってくるんですけどこの一発にね全てをかけないといけないっていうのがなかなかきついところでもあるっていう。メンタル、ライチ、コツ、サイガ、六本木は打撃で倒せる。まだ5月の1周で体力満タンになるから、ライチなんかあったっけ。てかそもそもコツ掴んでんのって、もう盗塁があるけど、固めは取っておく。代打とかなんか見るたびに悲しくなるな。もう精神的支柱取っとこう。気分屋はいらないでしょ。本塁生還ってなんで手に入れたんだっけ、忘れたな。なんかのイベントだっけ。うん、練習。初級コツはちょっと厳しいかなやっぱり。本当はなんか受けたくないんだけどな。まあ受けるか。この実践形式ってねなかなか難しいんだよね。フォーク調子がいいときはねめっちゃ打てるんだけど、ファールか。フォークがやっぱりね一番苦手。よーし、とりあえず10点は超えた
フォーク本当に難しい。うわー、ライジングキャノン、イカリ君しかもわりかしやる気があるね。しかしそのやる気を俺が打ち砕いてやる。俺のマインドブレーカー見ろ。30点、オッケーオッケー。いやこれこそマインドブレーカーでしょ。怒りもバカなーってならないのかね。やった、40ポイント手に入った。これはでかい。このね、なんだかよくわかんない、もう無意味だよね。ここまで来ると別にヨジョの評価5下がったところでどうでもいいし、チームメイト評価が上がってもどうでもいいんだけど。これライチコツあるし、六本木よし倒そう。ここはほんとはね、六本木ストライク送球確かにね、金徳としてはいいんだけどね。よし骨格打法掴んだ。え、どうするこれ。ライチコツを掴むか、追求して3周モロイ君とか。そういやまだ終わってなかった、猫髪も終わってないよね。これ何、成功したの。おいいねいいねいいね。経験点も100ポイントくらい手に入るのか。で逆境を掴んで、逆境は2で掴めますね。で火事場のバカ力が3で掴めると。まあ逆境2で掴んだところでもうちょっと潰してあるんであれなんですけれども、でそうすると火事場のバカ力3で掴めれば60か、悪くないね。一応これを見よう、もろい、てか怒りいなくねそもそも。怒りいくつ ?3 か、すげえ余裕があるわけではない。できれば寝たい、寝たいっていうか体力を回復させたい。ただコツも欲しい。広角打法は潰しておく。初級が欲しいんだよ、初級が。であと粘りでしょ、粘りと対エースが重いのか。対エースはちょっと重いよな、直撮りには。2つ直撮りはちょっと無理だな。確実にコツを取りに行くか、まあ筋力ポイントが来てもよしとするか。ちょっとここはコツが確実に欲しい。タイエース、まあいいでしょう。でこの2人はもうぶっ倒してあるんで、一理あると。 OKOK、 怒りできれば回復しつつ打倒ポイントを減らしたかったけど、てか怒りいねえじゃねえかよ。あいつふざけんな、ひどくない。多分打倒させないでやろうみたいな。一回ちょっとタックに絡んでくれないと怖いな。さてさてさて、これどうする。やってみる。無理をしないのもありだけど、頼もう。やべえ、お前頼むぞ。イカリ君、弱点を教えてくれ。やったー、成功した。いたー。とりあえず1にしておこう、マジで怖い。怒りはちょっとサボり癖があるからな最近。てかさ、こいつも進んでねえじゃん。これ乾燥しないんじゃないか。げこれでまた増えるのも嫌だな。まあとりあえず追求っていうかマイナス2になってるからね。 OKOKOK。 ここやりたいね、もろいくんか、やりたいね。怒りを倒すか、いやこれはやりたいよ。ちょっと危ねえな。でもあと2周でしょ。やっちゃおう、もうもろい。スミカちゃんが言ったから体力の減りも少なかったね。よし、チャンスメーカー掴んだ。これはでかいぞ。でライチの2回目、よし成功。さあそしてもう怒りを倒そう。さすがにいたいたいた、もう守備でもいいよ、もうしょうがないこの際。
いや最後はちょっとね白熱したけど、なんだかんだで打倒完了と、そして諸井くんからチャンスメーカーももらったんで、であと1回スミカちゃんとのデートも残ってるんで回復をさせますか。一応見つつ、まあ、15% は無理する数字でもないんで、総力は一応 D にしておこう。守備範囲に影響してくるんで、パワーは C にしておいて弾道は3にしておこう。オール C とかできっかな。ちょっと敏捷は置いておいて、あ、そっか、もうすでに守備は C なのか。ってことは総力を C にして、うわー敏捷足りないね精神めっちゃ余ってるねで回復させましょうと。まあ固め打ちも掴んであるんで、ここでタラッタッターになってくれるのが理想だけど、よし。いやいいね、この成功率も高いよねスミカちゃん、本当に。さてさて、じゃあ、あ、先に呼吸を上げていくってか、精神マジ溜まってんな。ちょ、チャンスこれ一個近振りしとく。敏捷が一気になくなったな。敏捷が不足してるね。猫髪がねあんまりちょっと来てないからね。でライチ、あれ対エース、ちょっと待って、対エースってさ敏捷ポイントは使わなかったよね。ちょっと待ってちょっと待って、もう最優先は対エースと。カジマのマカジから取っておくか。でチャンスメーカーだけは掴んでおこう。一級入魂、そう一級入魂なんだよね。粘り打ちが来る可能性もあるけど、まあそれはしょうがないかな。でコツ、次追求しようかな。試合の経験点で粘り打ちを直取りできるかな。そうしたら粘り打ちを直取りして、で初級コツを確実にもらうと。よし、その方向でいこうとか言ってさ、ここで負けることないよね粘り打ちって敏捷いくつ必要なの。25か、25はさすがに入るよな。めった打ちはもう取っちゃっていいか。いいね、20、20、20、10、軽い。20、20、10、やっぱり骸骨をね掴めるかどうかっていうのもでかいよね実際。まあ直取りしてもいいかなっていうレベルもものもあるけど、やっぱり骸骨あった方が。フォーク堀江くん、そりゃ田中山くんってさ、ゲッ、ホームランならなかった。ピッチャーもできたよね、社会人編とかだと田中山くんピッチャーやってるもんね。これはよし、確実に狙っていこう。もう一本、もう一本、 OK。よし、これで粘り打ちを取って、あとね球速が遅い方がねやっぱり変化球には対応できますね。パワチャレとかやってても多少変化球をね投げられてもね、球速本当に130キロの投手とかいるじゃないですか。本当に変化球しか振ってなくて球速がめっちゃ遅い人とか、一応ライチがいるかどうか見て、いないから、いないから盗塁が置いてあるな。あれどこだっけ、上の方だよね。粘り打ちを取って、え、あとないよね、あとなんかあったっけ。だってライチはもうこれでね潰してあるはず。パワーヒットったでしょ、広角粘りで、タイエースも取った、でこっちのムードも取ったから、あとは確実にここで初球が取れると。よし、そしてアーチストか。てか猫髪が来てない、これ猫髪乾燥できないか、マジか。ここでまたコツが来てるね。初球はただもう3で取っちゃっていいよね。こっから減らす必要はあるか。
だったら筋力、アーティストに筋力を使うんで筋力ポイントもらっておきましょう。24回復するんだ。それはでかいな。いやこれ猫髪が乾燥できなかったか。その代わり編成的にはいや重くないはずなんだけどな。間違えた。あとあとあとでしょ。呪い確か前だったはずなんで前は関係ないから、サイガが4回で、ライチ、そっか、ライチのあれもまだ終わってないもんね。通常イベントビフテキオのやつが。え、もろい前でよかったよね。一応調べたはずなんだけどな。もろいくん甲子園まであと1勝、その切符は前入れだよね。え、猫髪後だよね。前4だったらさすがに無理だけど、板垣投げました。打ったこれは強烈、宇宙間一投。おい、待て、当たった。同点のチャンスです。いいね、ストレートばっかり。もう変わってる。苦い思い出に変わってしまったか。地方大会決勝戦2ホーマーを浴びてさよなら、ワイの思い出はここまでやみたいな。無理か。まあ暁大であれば甲子園大会など普通に行けるよ。もう一回くらいなんかのイベントが起こってほしいけど、これは別に起こんなくていいよ。いやー完走できなかったか。ちょっと敏捷稼ごう。コツがね欲しい。コツもこれとか超美味しいんだけど、ちょっと敏捷がねマジで足りない。本当はね精神やって回復させつつ筋力ポイントを手に入るっていう方がポイント的にはいいんだけど、いかんせん敏捷が足りないからな。ここはちょっとミートを開いていこう。これはボール。これさ、暁いかり守るとかでさ、マインドブレーカー持っててさ、ここで三振すると調子が最悪になるとかだったらね、ひどいよね。際どいところに投げてくる。フライか。まあしょうがない。これで心が折られたってなってさ、やる気がさ最悪になったとかね。よし、回復しよう。これはめっちゃ回復するね。これ休むより全然いいね。で、あと2回は練習できるんで、ひたすら勝ち進むのみと。まあミートは上げておきますか。で、アーティストは1だと131か。結構使うね。盗塁とかな。敏捷ポイントに振ってる余裕がない。パワーを B にするのには210必要なのか。まあ補給をちょっと B まで上げとく。チャンス直撮りする。チャンスをね直撮りできるんだよね、ここの高校は。本当に投手でやった時にはタイピンがね直撮りできるっていう。強心臓直撮りしますからね。クオン連れてきて。大展開で迎える2回。大展開か。ちょっと待て。打った。あるも。危ない。第2球。打ったこれ。これ。少し振り遅れた感じがしたけど、やっぱ広角打法だよね。広角打法。打ちました。1球目ファールから。最近のねキャラはね、なんかこうプルヒッターが主流になってるけど、いや別に作るのが主流っていうか、プルヒッター持ちが多くなってるっていうだけで。広角打法の方が特能としては使いやすいですよね。三本松とかさ、江戸川くんとかフルヒッターじゃないですか。ここがねちょっとどうかなと。でまだ伝説の引っ張り屋は
実装されてないんで、まあ、実装されたとしてもどうなのかなっていうのはあるけど、まあ、筋力のね吐き口としてはいいかもしれないですけど、どうしてもね振り遅れた時に打球速度が落ちにくいっていうのが広角打法はいいですよね。おー、ここに来て働くね。筋力も40近く手に入った、まあ、40弱か。やっぱり敏捷が足りてないけど、ちょっとどうしようかな。一球入魂のフォロー、切り込み隊長も取っていいでしょ。あとは帳尻合わせとか取っとくよ。一応本塁生還も掴んで、敏捷が足りてないけど、で、パワーをソフト B に上げるか。であとは守備と肩に触れればいいかな。走力はさすがに B にはできないか。盗塁せっかく5まで掴んだから1段階くらい取っておく。赤月大附属先制のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という、打ちました、痛烈、いった。いや、大番狂わせが取れなかったのがな、ちょっと計算外だったな。完走できると思ったんだけどね。赤月台は秋イベント数どうなんだろう、あんまり見てないけど、まあでもね、波動高校の強化が来たらちょっと波動高校に付きっきりになっちゃうと思うんで、俺はね、あの波動高校強化ってね、アプリとかでもねやったことないんですよね。あ、しまった、こいつカットボールだった。スライダーだったら振ってもよかったけど、あ、しまった、振っちゃった。波動高校強化結構楽しみですね。強化ってかなり強くなるじゃないですか、アプリでやってみた感じ。あの黒金とパワフル高校の強化はやったことあるんですけど、てかさ、なんでこんな取られんだよ。ちょっと待って、この効果は手を出さないで、ちょ、どうする、よしよしよし。一瞬悩んだけどよかったな。6点取られんのかよ。ちょっと何の話してたか忘れちゃった。なんか強化関係だよね。あ、そう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 、あんまりデッキが揃ってなくてもね9000点とかいくんで、やっぱり強化っていうのは強いんだなっていうのを実感しましたね。呪いのタックか猫髪か、うん、どうしようかな。盗塁はまだ掴んではないのか。印象が足りてるわけじゃないけど、まあいいか、ちょっとコツをやろう。あ、そうだ、ヘッスラとか忘れてたわ。あったな。猫髪もね結構久々だからね使ったの。せっかくだからヘッスラ取っとく。コツ3で取るとさ、いくつ代打も取っとこう。177とか安っ。まあとはここの爆速に合わせて打ち込むだけと。赤月大附属先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁と打った。下だったか、下だったかっていうか上だったか。赤月大附属追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で、カーソルがねずれてるとね、セカンドランナーちらっと見た。いや、これはいかないか、やばい、牙に抑えられてんな今回。赤月大附属リードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という、いや、今のもちょっと見送るべきだったな。変わってる、大貫くんに変わってる。俺以外のチームメイトが頑張ってくれてんだな。あ、ちょっと待って、一回も打ってない、もう一回待ってこい。待ってこなかった。決勝戦だけしょぼくなったな。19とか悲しすぎる。俺は何もしてないけどね。まあ、とりあえず優勝はできたんでよしとしましょう。さすが赤月大附属。
ドラフトないんだ、これ1位になってたか。最後決勝戦すごかったけどね調子悪かったのかな、大舞台でみたいな感じに思われたと思うけど。まあ、エピローグポイントももらっておいて、6900これはあれだな最後打ててたら7000は超えてましたね。まあそれは結果論なんでしょうがないですけど、とりあえず肩上げて守備上げて、これに敏捷は回せないから特納を取りに行きましょう。盗塁は取っておこう、せっかく掴んだんで。どうする、もう一個取っとく。よし、あとなんかコツあったっけ。バント職人はいいわ。気分屋も別にいいでしょう。でやっぱり精神が結構余ってるね。打開とかね、無得点の時だけだからね。得点入っちゃうともうこれ効果ないってことでしょ。上り調子がいいんだよね、見る限り。打席を重ねるごとに能力が上がる、こととこう。あと敏捷も使いたいね。速攻か、2イニングまで能力が上がる。他のやつを見てみよう。ラッキーセブン、インコース、リベンジ、ラッキーボーイ、イブシギン。イブシギンの効果がいまいちわかんないんだよな。レーザービームはいらないでしょう。満塁男、敏捷、ちょっと待って、敏捷使おう、まずは。敏捷使いたいから、打開、いや打開よりは速攻にして、であとは精神ポイントをめちゃくちゃ使うやつ、競争心とか。一応ちょっと競争心を候補に入れておいて、他を見渡そう。満塁男ね競争心か満塁男か窮地か盗塁アシストだったらな。自分より安打数が多いチームメートがいたら打力が上がる。まあ、それはいそうだしね。これ誰か一人でもってことでいいのかね。自分より安打数が多いチームメートって、要は自分がてっぺんじゃなければいいってことでしょ。まあ、精神ポイントいっぱい使うし、これにしよう。あとは取れないか、悪球打ちね。悪球打ち微妙なんだよね。俺の中ではちょっといらない特殊能力なんで、気分屋も。まあ、ただポイントを使うっていう上では結構バランスよく減るね取るか。であとは総力を上げて、スタミナでも上げとく。よし、 OK。 というところで、まあ悪くはないですね。まあ経験点も7000点近くはいったんで、まあ、最後のねあの甲子園決勝で打てなかったっていうのと、やっぱりねこの猫髪のイベントがね完走できなかったっていうのが自分の中では計算外でしたね。で諸井くんに関しては、まあ、暁はかなり使いやすいですね。まあ、外野でもあるし、チャンスメーカー今回ねうまく、守るくんの、切り込み隊長の骸骨も取れたんで、まあ、かなりおすすめのキャラではあります。体力も回復するし、火事場のバカ力取るときに骸骨もくれるしということで、使いやすいキャラだとは思います。まあ、実際ね諸井くん強化される前がどういう性能だったのかっていうのは分かんないんですけれども、まあおすすめのキャラではあります。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。